はい、いきます。ちょっと待ってよ。3、2、1。FM 宜野湾のラジオを聴きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聴いてるメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。ケンタさんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、返事ないんだ、よろしくちょっとね、うちの嫁の様子がおかしくてね、今あのラジオを聞いている、リスナーさんから、リスナーさんはちょっとわからないかもしれないんですけれども、うん、いつもね2人並びで撮ってるんですよ、はい、ラジオ収録の際、はい、YouTube をご覧になってる方はわかるかと思うんですけれども、はい、今画面上、私健太しか映っておりません。健太しか映っておりません。はい、というのもですね、ちょっと夏実さん、自主規制はい、とある理由により自主規制、映像にね映るのがね、なんかおしゃべりするのもお母さんには止められてたけどね、夏実さんのお母さんにはね、ちょっとあなたヘロヘロよと、うん、これがちょっと電波に乗るのはよろしくないから、あなたは今日黙っておきなさいって、黙っておきなさいって言われましたけれども、はい、まあとりあえず、第31回メンヘラジオとなりますが、はい、はい、もう5月に、あ、5月はまだかこれが放送される頃は、あ、5月に入ってるかも。5月の1日かな。うん。うん。あの、その日にはね、あの、通院日で、お薬がもらえますので、うん、はい。その日までなんとか耐えていただけるようお願いします。やったー、お薬まあ、ちょっとね、あの、家にあるお薬、ちょっと飲みすぎちゃったというかね。はい。今日は、あの、朝から調子が悪くて。僕自身もですね、ちょっと最近やたらとちょっとギャンブルの方が、行っちゃってね、ちょっと落ち込むことも多々あるんですけれども、はい、なんとか頑張ってやっていきますので、はい、ちょっと僕がね、パチンコに行って夏実さんをほったらかしてたのが今日のヘロヘロに繋がってるのかもしれないですけれども、繋がってないわ本当申し訳ないです。はい、では本日も短いお時間ですが、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどし、苦情もどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、うん、では本日のテーマは不安。不安、はい、まさにね、今のこの状況が僕は不安でもあるんですけれども、夏実さんがね、今日は朝からね、ちょっとヘロヘロしてたんで、ヘロヘロというかね、朝は弱ってたんだよね、なんかちょっと外にも行けないよってしててね、うん、だからちょっとそのマイク触ってる音も入ってるからね、夏実さん、うん、大丈夫ですか、うん、ちょっと目の前の様子おかしいんですけれども、
ちょっと気をつけてよ。気をつけるよ。放送事故になるから余計なことしないでもらっていい。立ちたかった。ああそうですか、うん。はい、目の前の夏美さんが立ちました。はい。いろいろと不安がつきまとう第31回のメンヘラジオですけれども、はい、こちら不安に対する、トークテーマ、不安に対するメッセージがね、今回あんまり届かなかったんだけどもね、まあ、うん、そういう時もあるでしょうと、うん、まあ、届いたメッセージがございますので、まず夏美さん一通ね、はい、貴重なメッセージございますので読んでいただけますか。はい、はい、サークスラボさん、ミミンダーハさんより、はい、先の将来のこと誰しも考えれば不安はつきまとうのですが、それよりも今一瞬一瞬を生きようとする力が将来への不安も自然と解消されていきますし、うん、考えずに済むと思います、うん、今精一杯生きて、それでダメだったらそれで諦めもつくかと思います。不安を抱かないように今を一生懸命精一杯生きていきたいと思いますってことです。そうですね、今のガコンも入ってるからね、ゆっくり下ろしてね、はい確かにね、不安はね常に、まあ、メンヘラであろうがなかろうが関係なくね、うん、常に人生にはつきまとうものですけれども、それを抱えながらね、目の前のことをしっかりやっていけば、いつの日かね、その不安も解消されていく、うんうん、瞬間に繋がっていくのかなと、うん、ミンミンダハーさんがおっしゃるように僕も思いますので、うんうん、なので今僕が抱えている不安としてはですね、まあ、何がある？不安、いや現状の夏美さんのことも不安ではありますけれども、うん、まあ強いて言うならば、やっぱりね、先週ぐらいから、先週先々週の放送ぐらいから話には出てますけれども、うん、僕らがお世話になっていた地活地域活動支援センターハピワン宜野湾市のね、はい、ハピワンさんが、閉所するにあたってね、はい、僕も1月からちょっとお仕事させてもらってたんですけども、そこでピアスタッフとしてね、はい、うん、それでお給料もねありがたいことにいただいて、宜野湾市の公募、プレゼンがね通れば継続して働いてもらうよっていうお話もいただいてたんですけれども、ですが、まあ残念なことにね、プレゼンが通らなくて、別のね、なんていうのかな、事業所が、うん、地活を引き継いでやっていくっていうことになりまして、うん、健太が無職に帰り咲き、そうですね、ちょっとそこがまあ今後生活ね、ちょっと残念だなと思うと同時にね、そうだよね、ではあるんですけれども、もう泣きたくてしょうがないから笑うんだよねまあなんかね、夏美さんは夏美さんでね、なんか、僕が下手なところで働くよりは無職に戻った方がいいというようなね、なんかニュアンスのことをおっしゃってくれてるんで、うん、なんか珍しいタイプの嫁だなと思うんですけれどもね、普通だったらね、どこでもいいからあんた働きなさいって、そうそうそう、稼いできなさいよって言いそうなもんですけれどもね、うん、いやもう私たちは生きてること前提で、生きていくこと前提で仕事も選びたいと思います。うん、なんか言ってることはよくわかんないけれども大丈夫ですかね、うん、はい、まあでまあそうね、その思いを抱えながらね、目の前のことをやっていかないといけないというところでね、うん、僕らは今でいうところの、まあハピワンがね閉所はしましたけれども、3月31日、年度末ギリギリまでは通常営業というかしてきました、ね、うん、通常利用ができる状態でやってましたんで、うん、今現状ね、今これの収録が今日は5日かな4日か24日月曜日なんですけれども、うん、まだ現状全然片付いてないというところでね、うん、今月いっぱいはおそらくかかるだろうと、うん、まあ少なくとも今週日曜日までには撤退できる状況までにしないといけないんですけども、現状まだ終わりが見えてないと、うん、ちょっとねこれが大変ではあるんですけれども、大変だよね、まあこれを片付けないことにはね、前に進めないというかね、次のやるべきことも、手がつけられないというところもあるんで、それが不安ちゃう、はい、私はそれが不安ちゃう、まあね、
そこが不安で、夏美さんもちょっと、その不安を解消する手段としてね、あんまり良くはないけど、お薬をちょっとね、飲んで眠りたいっていうね、まあ、最近なんか眠れないっていうのもあったからね、ちょっと飲みすぎてしまったんですけれども、うん、まあお薬はね、本当にこの番組でも何度か、言ってますけれども、用法用量を正しく守って、はいはい、やっていきましょう。はい、はい、では、夏美さん、現状抱えている不安とかありましたら教えていただければ。夏美の現状抱えている不安は、はい、もう結婚パーティーのこと一択です。そのことについてはまだ何の話もラジオでしてないんで詳しく教えてくれるかな。結婚パーティーをしようっていう企画が上がっていて、うん、まあ、その結婚パーティーの見積もりを出したりとか、うんうん、誰々を招待するとかしたんだけど、うんうん、返事が返ってこないとか、うん、そういうので、うん、でも日にちは迫ってくるし、うん、まだ全然具体化できてないのが夏美は不安です。まあそうですね、うん、まあみんなから一応招待状は送りました。まあなんていうのかな、もう最初から話すとね、あのハピワンが終わるぐらいの時にね、この番組にも、冒頭というかね、放送初期の頃にゲストで出演していただいた、ゲストというか動画を撮りに来てたのかな、動画を撮りに来てた原義和さん、夜明け前の歌というドキュメンタリー映画の、監督、並びにテレビのディレクターをされている原義和さんがねの一言、鶴の一声のもと、なんていうのかな、ウェディングパーティーやろうよみたいな、やろうよみたいな、僕らがねちょうど来月、結婚1周年を迎えるというところでね、やったらどうっていうところから始まって、うん、ポン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 話が進んでいって急遽で終わるんですけれども、やろうかなってことになったんですけど、はい、ちょっとつい先日ね、招待予定の皆さんに招待状込みというかね、招待状の LINE というかメールをね、うん、皆さんにお伝えしまして、うん、それでね、ちょこちょこ来るねとか、話はあるんですけれども、来れないよという人、なんか音沙汰もない人もいたりして、うんうん、そういうのが不安だったり、うん、でここからね、写真撮影をしたり、あるいは夏美さんのね当日着る衣装を選んだり、あとは引き出物をどうするか、結婚式に出す、ご飯とか、もう本当に手作りなんでね、どこか結婚式場でに依頼するぐらいの大きいパーティーというわけでもないので、お金がねそんなにないんでね、うん、僕らね、うん、生活保護の身でありながら、それなりにできる小規模なね、ということで、とりあえず仲間うちでちょっと結婚しましたということでね、うん、私とお披露目パーティーじゃないですけれども、やろうかなって、はい、やった方がいいんじゃないかっていうね、原義和さんの号令のもと、うん、はい、ちょっと仲間うちでね、やらせていただきたいなと思います。でもあれよ、夏美、ウェディングドレスのサイズがないってよ。そうね、どうしよう、まあ、写真館さんにちょっとね、写真館さんも見学に行く予定ではあるんですけれども、いくつかね問い合わせしたんですけれども、うん、なかなかねちょっとサイズが合うものがないというところで、夏目がちょっと絶望してショックを受けてたことも受けたりもしたんですけれども、ね、写真撮るときに腕だけ通して背中はちょっとまあどうにか貼り付けてっていう、うん、っていう方法がありますよみたいなことはね、電話ではおっしゃってくれて、一度見学に来てはいかがですかというところで今止まってるんだけどね、うん、現状なかなか先ほども話したようにハピアンのね片付けで全然なかなか動けなくて、うんうん、僕らもね足がないからね、うん、夏美さんのお母さんにお願いして移動とかするっていうところもあって、まあ、ちょっと焼き物しながら、都合がつかないのよね、足のね、うん、都合もつかないっていうところで、でもなんとかやっていきましょう。そうですね、ハピアンの片付けもあるんで、
ちょっと一人は寂しいよ寂しいよっていうのも分かるんだけれども、うん、で一人でお家で待っていている間にその間にハピワンの片付けは済みますんで、どうかその辺あのご協力いただければと、はい、思います。できない。嘘でしょ。そしたらまた一生進まないよ。で他にもね、あのなんか文化振興予算、文化振興予算って言ったらいいのかな、助成金を利用して夏美さんの、うん、今年度中にちょっと発売というかね、刊行予定の漫画をちょっと英語訳もしようかっていうプロジェクトがちょっと立ち上がってて、それのねちょっと資料とか集める、うん、書類集めとかでも奔走したりして、一応なんていうのかな、受理はしていただいたんですけれども、うん、まだ本決定というわけでもなくて、うん、プレゼンが今後待ってるかと思いますので、ね、その辺もねちょっと、いろんな不安がね、いろんな種類の不安がちょっと僕らの中周りでね渦巻いてる状況ですけれども、そう、夏美さんがね不安とかね、まあ予定の急な変更とかに弱い方なんで、ちょっと心配ではあるんですけども、まあお互いにフォローし合ってやってきていけたらなと思います。はい、はい、では、ここからは楽曲紹介のコーナーとなっております。はい、はい、今日紹介するのは、はい、現在こちらもねちょっとお話の展開が不安というか不穏な感じでもあるんですけれども、はい、現在放送中の機動戦士ガンダム水星の魔女、はい、シーズン2、うん、こちらのエンディング曲を本日は流したいと思います、うん、はい、アイナジエンドさんでレッドバースマーク。はい、夏美さんがちょっとねヘロヘロだというところで自主規制で映ってないですけど、今なんかこっち側にこの音してますね。ちょっとね目があんまり開かないんだよね。はい、ちょろっと YouTube 上で一旦挨拶してね。はい、なんか目が開かない。目ヘラヘラしてるからね。はい、絵面はおじさんが映ってますけれども、なんかでも今日なんていうの、エレベーター乗ってね、FM 機能が入る前に夏美さんに、うん、なんかお姉さんみたいになってる、おばさんって言ったっけ、お姉さんみたいな髪型になってるよって言われて、長女みたいな髪型になってる。長女みたいな髪型って言われてもね。ここがちょっと跳ねて、はい、僕もね今ちょっと髪長くなったからも髪を伸ばしてますんで、ちょっと切るんでしょ、その結婚パーティーの時に。そうね、当日に切れたらなと思ってますんで、結婚パーティーちょっとぜひ参加したいよっていう人はもしよかったらメイヘラジオに連絡いただければ、呼ぶ可能性あるのかな、呼ぶ可能性もあります。はい、あの会費3000円です。呼べたら、はい、会費3000円会費3000円、ご祝儀もらわない代わりに僕らの周りもねちょっと保護をいただいて生活してるような人たちもいるんで、ご祝儀の代わりにちょっと会費制にして、申し訳ないですけれども、うん、3000円だけいただいて、ちょっと結婚式会場借りるのでも結構なお金するんで、うん、はい、ちょっと申し訳ないですっていう形で、見に来いよな。そうそうそう、よかったらお祝いに来て3000円払ってね、夏美の綺麗なんか花、なんかよくわからない、ジグドレスを見に来てくる。はい、まあ、ちょっといろいろパタパタしてるんですけれども、じゃあ、はい、私はこれにて一旦はけさせていただいて、裏にね、はい、マイクそろそろね起動しますんでよろしくお願いします。機動戦士ガンダムとかけてるな、はい、お聴きいただいているのはアイナ・ジ・エンドさんでレッド・バースマーク、うん、はい、こちら先ほども冒頭で話して楽曲紹介の前にね話した通り水星の魔女のシーズン2のエンディングとなってまして、うん、俺正直言ってアイナ・ジ・エンドさんの音楽歌聴くのってほぼほぼこれが
ちゃんと聞くの初めてだったんだけど。あ、そうなんだ。うん、なんかね、ちょこちょこ YouTube とかで耳にしたりはしてたんだけど、うん、YouTube だったり、あと、BiSH のね、CM とかで、うん、アイナ・ジ・エンドちゃんの声、特徴的じゃない？そうね。うん。ハスキーボイスっていうかね。そうそうそう。で、なんとなくあんまり、よくあるじゃない？なんか、この人の歌が、歌手の声好きだなとかさ、うん、好きなタイプの声ではなかったのよね、うん、だからあんまりちゃんと真剣に聞いてこなかったんだけど、うん、ちょうど先日のね、うん、シーズン2の第2話を見た時に、うん、そのなんていうのかな、エンディング曲までにつながるなんていうのかな、ストーリーストーリーの流れとその曲が、そう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 、始まる感じがね、すっごいかっこよくて、うん、めっちゃ好きになったよね、アイナ・ジ・エンドさんの曲。そうなんだ。声がね、よかったね。そうだからね、常々思ってるんだけど、アニメってやっぱりさ、音楽を売るというかさ、うん、印象付ける一つの、うん、なんていうのかな、すっごいツールになってるというかさ、よかったさ、うん、アニメ好きにとってはやっぱりオープニングエンディングはやっぱ残るからね、うん、毎回流れるものだから、うん、今度会った時アイナに言っとくよ。そう、友達なの。びっくりするわ。なんか幻覚的なやつじゃないの、大丈夫ですかね。まあ現状明日じゃない、第3話をまだ見てないからね、ちょっとアマゾンプライムに上がった時に見ようかなと思ってるんだけど、うん、はい、では映画曲紹介のコーナーでした。はい、はい、メンヘラジオエンディングです。はい、はい、本日は不安について話してきましたけれども、次回のトークテーマどうしようか。まあ不安で話したけどさ、うん、そうね、何次回のトークテーマとかさ、うん、考えるけどなかなかね、思い浮かぶの大変なんだよね。誰の不安？今ファン的なことを言って、年配の方々はね、ファンって言ったりするよね。ファンって言うけど、誰のファン？あなた誰のファンですか？うん、ちょっとなんか動いてるからさ、さっきからさ、うん、動くたんびになんかマイクから遠ざかったり近くなったりして、うん、音がごめん、うん、びっくりしますんで気をつけてください。はい、はい、で、なかなかね、僕らのラジオが深夜やってるっていうこともあってね、聞いてる人が少ないのかなっていうところもあるし、僕らのなんていうのかな、 PR とか告知の仕方もまずいのかなっていうところもあるんですけれども、うん、まあぼちぼち、ツイキャスもやってみようかなって思ってるんで、うん、はい、環境を整えてちょっとツイキャスでね、わっちゃいできたらなと思ってますんで、はい、その時はツイッターで告知しようかな、ツイキャス、今日ツイキャスやる来週、うん、あるいは今日ツイキャスで収録の時やりますので、よかったらご覧くださいという感じで、うんうんうん、ちょっと告知をさせていただこうかなと思ってますんで、よろしく頼む。そうだね、だからその時は俺のパソコン持ってこようかな。どうなのがいいんだろうね。 iPad で今ね、YouTube 用の映像録画してるから、うんうん、ツイキャス用でパソコン、いいかね、パソコン、そうそう、持ってきて、ね、ツイキャスのコメントはそこで拾ってっていう感じで、うん、やれたらいいのかななんていい、ね、ちょっと考えてますんで、そう、うん、みんな夜遅いからさ、そうなかなかさ、こう絡めないっていうのをちらほら聞いておりますよ。そうそう、だからね、ツイキャスやったらどうって、ひふみんさんにもね、この間ゲストを、うん、で出させていただいた時にね、うん、アドバイスいただけたんで、うん、ちょっと実行に移していけたらなと、うん、はい、思ってますんで、その時はね、ぜひまあ普段なかなか僕らのラジオを聞く機会もないかがない方も、うん、僕らが収録してる時間はね、何時ぐらいかな、8時
8時半か8時ぐらい、うん、8時から8時半夜の8時から8時半ぐらいなんで、うん、ちょうど夕ご飯を食ってるかあるいは夕ご飯も食べ終わってちょっとのんびり、うん、あのラジオでも聞いてみようかなっていう時間帯だとは思いますんで、うん、はい、もしお時間あるときはおそらく収録は月曜日、8時から8時半ぐらいの間になると思います。で収録の際はねツイキャスをやる際はツイッターでも告知をさせていただきますので、うん、はい、シャープあれなんだろう、ハッシュタグ、はい、ハッシュタグメンヘラジオで検索していただければ僕らの、公式というかアカウントにも、うん、はい、見れますので、はい、できればチェックしていただいてフォローしていただければ、うん、はい、よっしゃ、これから漫画ショップ行くぞ。はい、それでは今週のメンヘラジオはここいらでお開き。今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、じゃあまたね、バイバイ。